同胞一郎さん50、うっかり完封してしまう。一郎氏マリナーズ会長付き特別補佐兼インストラクターが指揮する一郎選抜神戸智弁と高校野球女子選抜の対戦が、21日に東京ドームで行われました。一郎氏は9回を投げ、5安打無失点という素晴らしいピッチングで116球を投じ、9奪三振2四球を記録して2年ぶりの完封勝利を達成しました。打撃面でも活躍し、4打数2安打をマーク。また、松坂大輔氏は4番遊撃で4打数1安打を挙げました。草野球にここまで客集まるってすげえな。感染すると、まあまあの金取られるんだな。一郎と松坂以外、全員無名なのに。下手な現役プロ投手より制球力ある。女子高生も思ったより上手かった。一郎は後半フラッフラだったわ。ストレート平均130キロ中盤でカット系とツーシーム投げられてフィールディング抜群で100球超えて完封するピッチャー50。50歳で100球以上はすごいよ。キャッチボールじゃなくてピッチングやぞ。相手が誰であろうと手を抜かないどころか綿密に準備してボコボコにしてやろうと思ってるとこが好き。いくら相手が一郎といえど、引退して4年も経つ50のおっさんに完封されるとは情けない限り。女子野球の向上を目的としてる。そのために、一郎は女子野球があまり見たことない130キロを出すことを意識してるらしい。女子野球もっと危機感持って選手が頑張った方がいいぞ。一郎が試合に出てやっとまあ見てみるかーからレベルだもん。どうすんねん、来年当たり方良くなったって言って9回抑えで松坂出てきたら。どうせ許せ大輔とか言って勝手に一郎が完投しそう。さすが日本プロ野球史上最高の選手やな。